ありがとう。わさびさん、たくさんありがとう、パラソル。ちょっとお腹減っちゃった。うん。うん、まだ電車か。気をつけて帰ってね。うん、こんにゃく。終わったよ。スピーチ良かったですか？良かった。怖かった怖かったけど言うの。いや、なんか生誕祭のスピーチを何言うかすごい迷ってて、言うことないにしようかなとかって思ってたんだけど、マックス鹿児島さんありがとう。でもなんか奈々さんに生誕祭楽しみですねっていう LINE をしてたんですよ。連絡をした時にスピーチ悩んでるんですよねって言ったら、まあでも何でも好きなこと言っちゃねよって言われたんで、好きなこと言っちゃいましたこれは何だろう、じゃがいも、うん、じゃがいもですよね。うん、そう、奈々さんからお手紙をいただいて、ちょっとお弁当一通り食べてからゆっくり話すね。もうお腹減っちゃったんだよ。マクドガシムさんありがとう。伊藤さん、アトマークガシュ大好きさんありがとう。そう、お腹減っちゃった。んこれだけ。うん、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 そう、プレゼントたくさん来ててびっくりした。なんかプレゼントってこう終わった後に皆さんが座ってた椅子に並べてあるんですよ、こうやって。ですんごい大きい段ボールがあって、プレゼントの、あの、ここは私じゃないなと思ったんですよ。お、ユイリーさんかなとかって思ってて、近づいたら宇多田ハツカで、びっくりした。こんなにプレゼント来たこと久しぶりだと思って、何年ぶりと思ってびっくりしました。お手紙もたくさんだった、ありがとう。ちょっと持って帰れなくて何個か送ってもらったけど、これはあのお花です。生誕祭の時のお花がなんか持ち帰りやすくなんかなってたんで、取りに行って、やらね、取りに行ってないにしても、だって私本当に半年くらい取りに行ってなかった時よりも全然多かったもん。だって1回出たのが5月のから1ヶ月前なんですよ。そんななの。前コロナで私もう半年何ヶ月も取りに行かなかったことあって、その時よりもう全比べ物にならないくらいたくさんあって、私一瞬え、私のファンの方こんなにいたっけって思いました。ありがとう、嬉しかったです。お手紙まだ読めてないから後でゆっくり読みますね。大切にしましょう。大切にするね。うん、ありがとう、嬉しかった。あ、そうだ、ちょっとみんなとさ、ユーリーさんが誕生日プレゼントをくれたんです。だから一緒にみんなと見ようと思って。あ、ちょっと待って、怖いからドアストッパーかな。マクさんありがハート、ありがハート。ジュウさんありがレインボー。ありがとう。今日生誕入ったけど、すごく可愛かったし、パフォーマンス素敵でした。嬉しい、ナナホさん。ありがとう。もう落ち帰ったかな。気をつけて帰ってください。今日の感想のお手紙もぜひお待ちしてます。マクさんありがハート。え、そうですよ。生誕祭にユーリーさんとナナさんがいて、私は本当に幸せでした。バルーンありがとうね、バルーンめっちゃ可愛かった。ということで
ゆうじさんからのプレゼントを見てみたいと思います。なにこれ、かわいい。なにこれ、すごい。ボディクリーム、なんかすごい。いい、やったー、イエーイ。ボディクリームもらった、嬉しい。ボディクリームニベアしか使ったことないよ。やったー、ありがとうございます。ゆいさん、ありがとうございます。確かにハッチだ、ハッチとハッチにかけてみたいな。嬉しい、嬉しいですね。大切にします。もう高級品なんですか。え、怖い怖い怖い、調べないとか。ゆいさんの誕生日プレゼント、私今年の分まだ買ってなくて、私はね今日渡そうと思ったんですけど、何が欲しいんだろうって思って分かんなかった。じゃあ今いただきます。嬉しい、誕生日プレゼントもらっちゃったよ。嬉しい、なんかもしゃもしゃも入ってる。ドゥンドゥンドゥン、これはポテトサラダですね。おいしい。今日ナナさんがね、みんなにね、あのね差し入れくれたんだよ、北海道のねデザート。北海道バターサンド、いただきますね。またちょっと後で。ちなみに私は今日愛知のお菓子を差し入れしました。きしめんぱいとゆかりというせんべいです。お腹減っちゃった。ひやじさん、ありがとう。ということで、すごく幸せでした、この一日。こんなにね、楽しかった一日は久しぶりです。もう私の今年の目標の楽しむっていうことも、今回叶えられましたね。ラクスカルさん、かわいい。ありがかわいい。ゆかり美味しいですよね。生誕祭行きました。ちょっと泣きそうになりました。泣きそうですか。泣いてないんですね。ありがとう、一周ボーイさん、ありがとうございます。楽しんでいただけて、楽しんでいただけたら嬉しいです。ラスカルさん、ありがお花。メールめっちゃ送りました。ハッツ送らなきゃと思って、卵焼きいただきます。誰だ。あれだわ。ちょっと待ってね。でちょっとお友達から、お友達っていうかアイリンなんだけど、どこか。なに？まだコメントちょっと閉じ過ぎちゃった。メールハート届いた。よかった。私も幸せでした。やだ。
ピーチ泣いちゃった。マクズが越しも世界薄くさんありがハード、そうアーリーちゃん初見です、みんな初見です、な何急に初見ですブーム、何ちょっと待って、ナナさんえちょこれ嗅いでみ嗅いでみ、こう今ね今日始まる前になんかナナさんのあなんか楽屋がナナさんの隣なんですよ、こっちがナナさんでこっちがセナタンだったかな今日だったんですけど、私香水持ってこようと思って香水ね持ってくの忘れちゃったんですよ、そう1個だけ香水持ってて、ヒカルンが誕生日で買ってくれた香水をね持ってこうと思ってたのに忘れちゃって、ナナさんが香水つけてたんで一緒につけてもらったんだけど、今もねナナさんの香水の匂いする、クンカクンカクンカ、そうなんですよ、今日の初見で美人ってなって、あらそんなツルトンタン食べたことないんですよ私、美味しいんですかね、うどんでしょ、でもうどんなんでしょ、うどんなんでしょ、うん、大将アートマークさゆきさんありがくま、ありがピンクのくま、ナリーさんありがパラソル、いつもはね香水使ってない、動物いるからさあんま使わないんだよね、全体さん良かった、やったでね、うん、楽屋はね場所決まってるんだよね、ポジションによって場所が決まってるの、うんタラゴン、うんそう、それ飲みました、やったひいらぎさんありがパラソル、待って今日書くものないよ、竹初くの、何だけ、はずかの夢叶えてさんありがとう、どうしたのみんな、幸せリカでした、つるとんたん食べてみたい、まさくまさんありが、太陽くまちゃんタワーだよねこれ、のりさんありがパラソル、んエースのアンベアさんもありがくもくまちゃんタワー、どっちたの、いいよいいよそんな、ありがとう、あ初見タワー、なるほどなるほど、なんかさ、なんかさこんばんちゅ、いつも会計で今日短い、みおちゃんやっほ、嬉しい、タソさんありがハート、フィラギさんありがパラソル、タソさんありがハート、嬉しい、スタンプを、パパパパパパ感じしました、キャンディーサータンさんありがパラソル、柴原さんありがレインボースター、大ちゃんとマック生誕祭おめでとう、ありがとう、ありがくまん、ありがくまん、そうね、お手紙嬉しかったな、そうピンクのハギャー、あ食べながら話しちゃう、うんふんふんふん、おいしい。
お腹減った、ほんとに。でも全然ご飯食べてないもん。うん、うん、ご飯風、ちょっと待ってください。ほんちゃんありがとう、レインボー、ひよりさんありがとう、お、なになさんが東京のママになってくれたので、ちょっと待って、料理ある。大社とマークさゆきさんありがとう、こんばんちゅ。夏の方もすごく良かった。本当に良かった。ちょっと心配。美味しいですよ。公演後のご飯美味しい。奈々さんのメールに初の返信来てた。イエーイ。お腹減った。あ、今落ち着いた。お疲れ様。あと1個しかおかずがない。悲しい。やった。初の方大好きと思った。うらちゅ。最近生誕祭ラッシュだったよね。ジュエンさん、かわいいとっとい、ありがとう。ちょっと待ってね、行儀が悪くなっちゃう。ちょっと待って、飲めない。水が飲めない。おかきさん、ありがりんぼう。大好き。マテモだよ。今日から押してもいいんでしょうか。え、ぜひ。ぜひ押してくださったらもうそれは嬉しいよね。ちょっと最後のおかずだけ食べていい。もう終わる。もう食事終わるから、もうちょっと待って。もう終わる。もう終わるよ。もう終わるからね。ちょっともう終わるから。ちょっと待って。一旦切るね。うん。緑のコンさん、ありがとう、レインボー、ありがとう、タスさんもありがとう、ひやきさんありがとう。充電しよう。なくなりはしないだろうけど微妙だったんだよな。なんで充電器どこやった？あ、待って、私充電器どこやったっけ？最悪。これは最悪なことだ。どうして、この中とか入れた？入れてないよね。あー、たたたた、よかった、忘れてきたかと思った。ハツともし、お、初見さん、ハツともしなんですか。宮城さん、キャンディーサッタさん、リガハート、うや、あと1個豚肉、あと1個豚肉食べたらもう終わるんで、ちょっと待って、いただきます。綺麗に食べたい。配信する前に食べるよって感じですよね。ごめんなさい。あ、取った。あ。すごい、わさびさん、アニカパラスめっちゃたくさんありがとう。そう、ありがとう、スピーチよかった、ありがとう、みんな会いたいよ、私も。
そう、奈々さんお母さんなんだよね。愛おしくなりました、ありがとう。うん、やっと食べた全部。お弁当食べてます。なんか夜ご飯食べる時間なくて、開演前はちょっとあんま食べたくなかったし、食べる時間ないというか食べる余裕がなくてみたいな方が正解かもしれない。だけどちょっと失礼、お水飲みたいです。うん、キャンディーサダさん、かわいい、ありがとうございます。秋風ゆアトマークゆうかにハートさん、ありがパラソル、ひらぎさん、ありがハート、生誕お疲れ様、ありがとう。生誕公演お疲れ様、よかった、嬉しい。うん、短かった。みんなもういいよ、コメント読めるよ。ちょっとお水飲むの止まらないけど許して。あ、お水って一番おいしいよな、飲み物って。うんうん、ちょっと強制に。トムトカチンさん、ありがお花、アヌワットモン、モングルワングスカルさん、ありがハート。そう、目の下にキラキラつけてもらった、ちょっと取れちゃったけど、どうぞ。3歳でございます。まああと10日で19歳になります。皆さんのこと好きですよ、もちろん。18歳なの今は。生歌すごかった。どういうこと？お手紙予想は誰を予想してた？まあでも奈々さんも予想の中には入ってました。シングさん、ありがパラス、いただきゃ。そう、乾杯したいですよね。最初頭よく、さゆきさん、ありがレインボー。よし、もうご飯食べた。奈々さんからもらった差し入れをいつ食べようかな迷ってて、朝食べようかな。いや、忘れないようにしなきゃ。待って、明日私何時に起きなきゃいけないの？明日何時に起きなきゃ。何この、どこここどこここ、ちょっと待って。ちょっと待って、明日の集合だけ。うん、どうか、初めて聞いた息だな。明日の起きる時間だけちょっと調べないと、何時起きかなっていうね。ああ、ああ、遠いな、遠いな。遠かった遠かった。よし、まあまあまあ、あと、まあでもそんな、宇多田家はお酒ね強い方なんですよね、家族は。私はまだ飲んだことないんでわからないんですけど。そう、せいかちゃんのチンテンもね、珍しく美味しかった。ひれぎさん、ありがハート。そう、明日も仕事あるんだ。そう、ひれぎさん、ありがパラソル、ボギボギ。みんなの手紙どこ入れたっけ、私まとめて入れたんだよな。まあ、お手紙ありがとう。ちょっと最初やったらやば。ということでですね初めて約30分くらい、なんていうんですかね、お弁当を食べていたんですけど、お母さんから LINE が来ました。お弁当を食べていたんですけど、今日はですね、18歳の生誕祭を開いていただきました。パチ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 。
そう、お弁当を食べてみました。この30分間ですね。なんで皆さんのコメントにちょっともぐもぐしながら答えてしまったので、ちょっとしっかり答えていきたいと思います。あ、そう、頭痛いんですよね、ポニーテール。トカジンさん、ありがとう。手紙送る送る詐欺か。待ってるね、お手紙待ってるよ。秋田ずっとまく優雅にハートさん、ありがピンクだるま、ハートもありがとう。はい、ということでですね、18歳の生誕祭は、そうですね、なんかもうそうですね、コロナとかもあって開催されることはなかなかなくて、できないんじゃないかなっていうところは正直あったんですけど、プレゼントはね、何個かは郵送してもらって、何個かは今手元にあります。でも結構でかいんだよね。でもキャリーちょっと大きめ持ってきたから入らないかなって思ってる。そう、そうなんですよ。そうです。で、なんか、そう、お手紙送るぜ、やった、待ってる。ヒルゲットマーク、生誕祭お疲れ様です、ありがパラソル。私ずっとチーム4で生誕祭やりたくて。そうなんですよ。まあ今チームメイト公演も私出れないから、まあチーム4公演でやりたいなってすごい思ってて、まあいろいろありまして、スタッフさんに頼んだ結果、無事ね、あと10日で誕生日になるのにやってくれて、すごく嬉しかったです。まず、はい、すごく嬉しかった。残り10日なんですけど、すごく嬉しかったです。なんか生誕祭、まあ残り10日ではあるけど、なんかこうやって生誕祭をすること、確かにもうこんなに過ぎてたらやらなくていいだろうって思う方もいるかもしれないけど、こうやって宇多田ファンの方がたくさん来てくれたりとかして、するこんなね素敵なことがなかなかないから、やりたいなっていう気持ちもありまして、無事できてよかったです。そう、そうですね、まあチーム4は私にとってすごく本当に大好きなんですよ。なんかチーム4はやっぱり自分はチームメイトと兼任してるから、してるけど、でもなんだろうな、チーム4の、まあ、キャプテンを見たら分かると思うんですけど、まあ、チーム4のキャプテンさんもすごく優しくて、すごく素敵なね、まあ、ゆりさんなんですけど、すごくなんだろう、もうどんな人にでもね愛されるっていうか、なんだろうな、すごい理想じゃないですか。あー、こんなアイドル素敵だなみたいな、ね、そんな方とか、まあ、あとはその岡田奈々さんっていう、ゆうなさんですよね。なんかすごくアイドルをしてて、こんな方たちと一緒に活動することができたことはすごく嬉しいし、チーム4に中入ってなかったらね、多分あんまり関わることなかったと思うし、また他のチーム4のメンバーのみんなさんってすごい優しくて、みんなほわほわしてるか、ほわほわしていい意味で鏡待ってるに、のりーさん、ありがお花。うん、なんか私はチーム4公演でアンダーのセンターのポジションを今やらせていただいてて、まあ、もう何年、2年くらい経つのかな。でもなんかやっぱりチーム4の役にあんまり立ててないなっていうのもあって、正直ね、これからもっとなんかチーム4のメンバーとしてなんか頑張れたらいいなと思います。でもちろん、まあ、今回チーム4で公演したので、まあ、たくさんチーム4の話をねしたんですけど、もちろんチームメイトも、チームメイトでもね役に立てるように頑張りたいと思います。うん、そう、そうですね、ゆいさんとナナさんみたいな、なんか私も AKB48 に入って、なんかゆいさんとナナさんを見た時には、こんな素敵な方たちいるんだなって思いました。ほんちゃん、かわいい、ありがとう。マックス、鹿児島世界をしつくさん、ありがとう、ハート、ありがとう。そうそうそう、セナタンもね、
肌めっちゃ綺麗だよね。私の一個年上なんだけどめっちゃ肌綺麗だよね。私だって肌汚いんだよな。そう、まあこんな経験ができてるのもね、チーム4に入んなかったらなかったし、だからこそチーム4で生誕祭がしたくてずっと今回叶えることができてすごく嬉しかったです。うんうん、めっちゃ嬉しかったです。まあ、まだまだ劇場共演今回出ても思ったことはいろいろ改善点たくさんあるなとは思いましたけど、まあ、楽しんで今日はやりたいなってすごく思ってたから楽しめたのですごい良かったなと思いました。しのさん、かわいい、ありがとうございます。さくさん、ありがてるてるウォーズ、ありがとう、本当に良かったです。まあそうですね、でもああそうですね、あとなんかまあ、スピーチもいろいろ話して、スピーチもねあんまり思い浮かばなかったんだけどね。そうですね。あ、ゆいりさんとご飯じゃなくてもいいんだけど、なんか遊びに行きたいねって1年半前くらいに言って、コロナもあっていまだに行けてないんですよ。いまだに行けてないんで行きたいです。マナさんの定番持ってるよ。え、どこ入れたって、ちょっと待って、絶対持って帰ってる。あー、ただ思い出した、ここに入れた。あ、だ、ありました、ほら。あ、すごい、こうやって見たらすごい、めっちゃ長い。すごい。岡田ママさんからお手紙いただくことってないですよね、あんまりね。大切ですね。楽しんでってどの先輩のアドバイスなの？なんかあんまり誰でしょう、なんかあんまりいい。そう、今はちょっと連絡が来ているから、ちょっとだけ、私連絡来てんの見たらすぐ返信したくなっちゃう人なんですよね。前のところ何だったっけ。そうプレゼント、なぜ隠す、いろいろあるじゃないですか。まあでも今のところ答えは出てないかな。そうなんです、額に入れて大切にします。手紙は奈々さんって気づいたのは、奈々さんが出てきた時らへんにはもう気づきましたかね。しのさん、ありがファイト。そう、奈々さん、いや、なんか奈々さんかなーとか、なんか3人くらい私はこの人なんじゃないかっていう候補がいたんですけど、ナナさんが急に前に出てきたから、あ、これはナナさんかなと思って思いました。すごい嬉しかったです。そう、だから私サヤリンが仕切りしてるから、私はサヤリンが読むもんだと思ったんだけど、はい、ということでってこうやって出てきたんで、あ、これはナナさんと思ってね、チーム4でもっとなんか活動したいなって思いました。今日も出てみて、そう、本人読むんだね。そう、また一緒になんかどっか行きたいですね。うん、
ちょっと待って、どう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 、スタスタスタ、あーノーノーノー、あ、なるほどなるほど、ちょ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 待って、そうこんばんは、そう地方でも全国ツアーしたいね、確かに。うーん、7って読んだら、ちょっと難しいな。そう、チームメイトの同い年のメンバーの修学旅行もね、叶えたいんだけどさ。ななさんじゃなくて、なあちゃん。その T シャツの真ん中なんて書いてあるの？なんて書いてあるんだろう。あ、なんて書いてあるのこれ。わかんないな。わからない。後輩にちょっとこれ足お病気悪いけどちょっとこうやってやらさせてください。なんて呼んでって、恥ずかしいもん。スナタンと甘い話しことない。スナタンはね、なんかね、こう目を合わせてってやる感じです、ね、いつも。ありがとう。夢が叶うようにずっと願ってる。優しい。12時超えたらオンデマで発動しカメラ配信の海にね。ありがとう。恥ずかしいけど見るね、私も。花冠？花冠？花？これならありよ。これなんかね、奈々さんってさ、花言葉すごい詳しいじゃないですか。なんか青いバラはね、願いが叶いますようにって意味があるんだよって確かに。すごい、みんなそんなことまで考えて選んだの。ありがとう。ありがとうすだね、本当に。可愛いですね。お家持って帰ります。かゆいです、足が。リッセンピの呼び方、アイリ問題みたいになって、あ、もう最近はアイリンって呼んでます。アイリン。なんだなんだ。ちょっと待ってな。ちょっと連絡が今ちょうどアイリンから来てるんだな。ん？どういうこと？いいよいいよ。ナナさんはハッツのことなんて呼んでるっけな、なんて呼んでるっけな。ハツカって呼んでる時もあったし、ハッツって呼んでる時もあった気がする。そうですね、今年メッセージ送れなくてごめんね。なんで気にしないでん。メッセージそういや、お家に重たいからさ、めっちゃアルバムの外側だけしかまだ見れてないけど、めちゃめちゃおしゃれだった、びっくりした。あー楽しみね。マックス鹿児島世界を尽くすアリガハート3つ。そうアルバムはまだね、だからね、ちょっと家に送ってもらうように頼んじゃってからまだちょっと見れてないや。のりさんありがとう、はんなこんばんつ。待って、どれだけのレベルだったんだろうな。なんか荷物送ってもらうのに送料かかるんですよ。私ケチンボだから、やっぱり全部はやっぱり持って帰れないから、でもやっぱりケチンボだから、できる限り持って帰ろうと思って、できる限り持って帰ってきたんですよ。一応重くない服とか、いただいた服とか、お手紙とか小物とか持ってきたんだけど、どれくらいの値段が変わるんやろ、全部送って何円くらい違ったんだろうっていう、すごいお金のことを考えてました今。のりさんありがお花。加藤 BB さんありがお花。今日誕生日で25歳だった、おめでとう。どうしたの。お、7月8日は学校で締めの誕生日なんです。歩き回ってくれ、みんなにお願いしてもらおう。
大将アットマークさゆきさん、ありがくまくもたわー、ありがくもくもたわ、どうしたんだいみんな、嬉しいけどどうしたの、大丈夫か嬉しいよとてもだけど、そんないいのに、おかきさりがハート、じゅうさりがレインボーした、どうしよう、今日髪なくて書けないんだよ、あ待って、いやこれ怖いな、ワンちゃん書けるかも、ワンちゃん書けるかもしれません。カイザーさん、ありがありがてれてれ坊主、うん、うーん、なになに、そう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 、なに、うん、本当だ、ゆりさんがツイートしてる、ううおかきさん、ありがパラソル、大人になりました、あーやった、もう大人になりましたからね、あ確かにスクショしたとか書いた、そうだね、おかきさん、ありがハート、ありがハート、キャンディサータさん、ありがパラソル、プレゼントって何が多いの、まあでも衣服関係かな、衣服関係が一番多いと思いますね。うん。そうですね。衣服関係ってこうまとめられるから多いって感じるのかもしれないけどね。そう、今日目ね。今日面白かった。今日私が、ちょっともうごめんなさいね。おかきさん、ありがハート、キャンディサータさん、ありがパラソル。そう、今日私ね、ここの目にね、ちょっと取れちゃったけど、わかるかな、あ、これ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 キラキラをね、つけてもらってたの、おかきさん、ありがハート、あやかんちゃん、ありがパラソル、そう、なおきさん、ありがピンクのクマ、あやかんちゃん、ありがパラソル、今日の初、あ、なまみ、ゆきさんに言ってる、ありがとうございます、でね、そうそう、ひななさんから始まったやつ、ゆいりさんが持ってて、いや、なんかななさんがキラキラつけてて、隣で楽屋でねで、なんかえ、それいいなーっていう話をしてたら、おつけてあげるよって言って、こうゆいりさんが持ってたんですよ、そのキラキラのラメラメで、キラキラのラメラメをね、ゆいりさんが持ってたから、なんかゆいりちゃんラメ借りるねって言って、ナナさんが取って私にこう塗ってくれてたんですよ、塗ってくれてて、まあ、優しいなって思ってたんですけど、なんかこうナナさんがやった時に干したからラメがチュ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 ってついてたので、私はそれも可愛いなって思ってたんですけど、なんかちょっと違うねってなって、こうゆりさんがね直してくれたんですよで、ゆりさんが直してくれてたんですけど、その後ゆりさんがそのキラキラのラメのアイシャドウを見てたら、なんだろう、ちょっと削れてたのかな、わかんないけど、ナナさんがちょっと削ったのかな、ちょっとってちょっと言ってました、なんかいいなって思いました。そう、最近つけてる人多いですよね、龍拳の生誕いつ来るんだろう、こんばんつー、もうでもしばらくいいんじゃない、もう一旦あと数ヶ月空くんじゃないかな。よし、紙を調達しました、ちょっと小汚い紙でございますけど、ねっつるたんたん行ってみたい、そんなに美味しいつるたんたん行ってみたい、なにつるたんたんって、なに、うどんって言うてたけど、つるとんたんってそんなに美味しいの、つるたんたん行ってみたいね、行ってみたいよね、みんなも、こんばんは、こんばんは、うさぎさん、
つるたんたんパクつるたんたん一緒につるたんたんしようよ。これは私のお家にあったアンパンマンのおもちゃの最初のセリフです。僕アンパンマン一緒にあゆえをしようよ。ん？どういうこと？どういうこと？トカチンさんありがとう。何？どうしたの？1位？どうしたの？うん、器がでかいんだね。のりーさんありがお花。つるとんたん食べたことない。うん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 。今ここにお肉がいる。六本木か羽田空港。あ、そうなんだ。秋葉原にあった。生誕祭終わりのムービーあれ何話せばいいか分かんなかった。まあでもこんな感じですかね。生誕祭も1時間経っちゃうからね。なんか質問とかありましたら答えるので、気になる方は今のうちに。私が配信はちょっとゆいさんの動画くれたボディークリーム開けてみようかな。え、ちょっとお風呂入れてきたいな。まあいいや、どうせお風呂入るまでにみんなのいただいたお手紙とか読んだりプレゼント見たりするからいいや。でもなんか聞いたことある気がする。でもどんな感じなんだろうね。なんかちょっと急に私ね好きなんですよ。そう、これどうやって開けるんですか。あ、ここだ。ヌドギウッディンさん、ありが、てるてる坊主、ありがハート、ありがとう。すごい、なんか、高級感がすごいな。チュキって言って、やんだ。ありがとうございます、キャプテン。あ、あ、怖い怖い。うわ、すごい。すごい。いい匂い。ちょっと今日使います。ボディクリーム嬉しい。嬉しいなね。チームホーあんま見たことない。私もチームホーの曲って聞いてびっくりした。ユーリーさんとナナさんが、まあ、同時に溺れてたら、まず私は、そうですね。どっちも助けます。どっちも助けるか、自分も一緒に飛び込んで、自分も一緒に溺れますね。まあでも、現実的に皆さん、現実的に言うと、現実的に言いますと、皆さん溺れてる人がいたら助けに行かない方がいいです。まず最初に118番をして、まあ、海上保安庁を呼ぶかなんかして、物、浮くもの、ペットボトルとかそういうもの、浮くものを投げた方がいいですね。まあプロじゃない方が飛び込むと一緒に溺れてしまうので、皆さん飛び込まないようにしてください。まあでもね、そんなこと言われてもさ、例えば自分の我が娘とか息子が溺れてたら助けに行かざるを得ないよね。まあそうなんですけどね。まあっていう、そうです、そう、先に投げてからお電話してください。わさぴさんありがレインボー。そうですね、バナナボードで迎えに行ってください。ありがとう、わさぴさんありがとう。はつかちゃん、セットお疲れ様、ありがとう、来てくれてたよね、ありがとう。すごい高級感。なんか質問ありますか。大丈夫ですか。
118番はあれ118番でしょ、海上保安庁って。どうなんだ、溺れてる時に118番より救急、118、なんか海の事故は118番って言うけど、どうなんだろう、118番にかけるより消防どっちなんですかね。118番って言うけど、発送士の方たくさんいた、売れちゃうだよ。左目でウインクできるよ。逆に右目ができない、私。そう、パピちゃんとポコちゃんが溺れてても同じ。まあでもポコちゃんの方が泳ぎなさそうだな。パピはね、まだ泳げるかもしんないけど。だよね、海難事故は。でもどうなんだろう。膝です。ギリギリまで学校で劇場に行きたいってダダこねてたけど、友達に無事止められて帰ってきました。お疲れ様。お疲れ様だな、本当に。バイトお疲れ様だよ。頑張った。そう、東京に来て感じたこととか、東京に来て感じたこととかあんまりないんだけど、うん、とにかく電車の人が多いですね。そう、愛知は海も川もありますよ。つるちゃん、あれがレインボースター。ゆうが、ハート、ゆなにまた会える日まで生きる、ゆなでも大好き。さん、ありがパラソル。ナオキさん、ありがレインボー。ありがとう。ひらゆってもくせしく、シェイダーさんお疲れ様でした。さん、ありがとう。てるてるぼっち。お手紙の予想はでもね、ナナさんもしてた。ナナさんか、でも、誰だろう、ユージーさんとか、あとサヤリンとかかな、とかと思ったり。あと、まあ、仲いい子だったらミッサーとか。人が多いよね。愛知も多いけど、なんか東京の電車とか、桁違いの多いか。まあ、愛知も多いけど、今日は多いんだけどね。小肌頭く、初川さん。セーターおめでとう、ありがとう。ありがとうございました。あ、ジューさんもありがとうございました。こんばんちゅー。SK48 さん考えましたよ。あ、そうそう、ヒカルンとかも考え、かな、あるかなと思いましたけど、なかったですね。そう。当たり前体操。ひらきさん、笑顔パラソル、ありがとう。パッ。そうですね、カレンちゃんと先会ってないんだよね。リニも乗車したことある。リニも、リニもってリニアモーターか。あるかな。リニもってどれが、どの乗ったやつがリニもか分かんない。どうだろう、ないかな、あるんじゃないかな、ないかな。ひえぎさん、リカパラスルのりさん、リガオハナ。とりあえず水着買っとく、買っとくか。着るときないと思うけどね。ま、写真を SNS にあげることないから安心してくれ。リニモって何？あ、そうなの？それがリニモなんだ。実はずっと19歳の生誕祭だと思ってた。生誕祭結局お仕事できなかった。ほんでまあ。で、みんね、ありがとう。そう、18歳なの。エイトのライブ当たり前であり。よし、そろそろ1時間経ったから早く寝なきゃいけないし、終わらなきゃな。のりさん、ありがとう。レインボーズだ。そうなんだ。こんばんちは。ちょっと肩こりがひどい。眠い。ということで、本当に今日は生誕祭こう無事開催できてすごく嬉しかったです。皆さんの愛もたくさん感じました。まだ地元つかない、大変だな、気をつけてね。みんな今日会えなかった方もね、またなんかコンサートとかイベントとかで会えたらいいなって思います。そう、お疲れ様。ランキング読むね。お風呂に入る準備を配信中に着々とする人。よいしょ。よし、ランキング読むぞ。13位、ナオキーさん。ナオキーさん、ありがとうございます。
11、あ、間違えた、12、ひらげットマーク、生誕祭お疲れ様でしたさん。ひらげさん、ありがとうございます。お疲れ様。11、さかさん、さかさん、ありがとうございます。さかさん、ありがとうございます。10位、13、13、ありがとうございます。ありがとうございます。9位、あ、声が、9位。9位、ほんちゃん、ほんちゃん、ありがとう。ありがとうございます。あ、なんか、コメントあったね。今さ、8位、わさっぴさん、わさっぴさん、ありがとうございます。お見送りの時にね、いた。8位、わさっぴさん、ありがとうございます。7位、柴原さん、柴原さん、ありがとうございます。柴原さん、ありがとうございます。6位、つれちゃん、つれちゃん、つれちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、竹初子の夢叶えたいさん、竹さん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、まーさくまさん、まーさくまさん、ありがとうございます。ありがとう。3位、エースのアンペアとマーク、UF さん、エースのアンペアさん、ありがとうございます。ありがとう。2位は余裕のないゆうちゃんさん、余裕のないゆうちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう。そして1位は小肌とマーク、20日を知せたおめでとうさん。小肌さん、ありがとうございます。ありがとう。ということで、ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。こっちへととかいいかな。また、次の配信とかでしようかな。あ、ダメだ、見れなくなっちゃった。でも確か、エースのワンペアさんと、あれ、いなくなっちゃったのかな、ちょっと名前変えたのかな、んどうなんだ、ん、名前を変えただけ、一回まあそこまでどたけたのかな。ということで、アツのおかげでお仕事頑張ります。ありがとう。本当に今日はありがとうございました。すごく素敵、すごくすごく幸せな一日になりました。これからもね、精一杯頑張っていくので、応援よろしくお願いします。ということで、以上、宇多田ハツカでした。ありがとう。楽しかったです。バイバイ。バイバイ。お疲れ様、ありがとう、楽しかったよ、またねー。